一部の登山道が閉鎖された神奈川県箱根山では今日になって火山性地震が急増しています。地震の規模も大きくなっていて、気象庁は火山活動がさらに活発になっているとしています。現地から中継です。はい、昨日大涌谷では気象庁の職員らが現地調査を行いました。 私のです、ね、真後ろに見えるのがその現地調査を行った現場なんですが、まあ、昨日に比べると蒸気がかなり大量に出ているのが分かります今朝8時頃にはごーという大きな音とともに10メートルほどの高さまで強く吹き上げている時もありました地元の方に話を聞くと多くの方が今朝にかけて複数回体に感じる地震があったと話していますれました、ね、7時頃かなが一番では 自分は分かったのは一応3回だけど気象庁によりますと観測された火山性地震はこの3日間は30回ほどでしたが今日午前8時までにすでに85回と急増しています午前6時台には箱根山を震源とする震度1の地震が2度ありましたが地震の規模はいずれもマグニチュード2を超えていますこれは火山性地震が増えた先月以降最も強い震度と規模です 現在箱根山の噴火警戒レベルは1で平常のままですが気象庁はマグニチュード2.0を超える地震が1日10回前後になれば警戒レベルを引き上げ河口周辺への立ち入りを規制することにしています地震の急増を受けて気象庁は再び軌道観測班を派遣しましたこの後緊急の現地調査を行う予定となっています